ドナルド・エドウィン・ヤングはアメリカ合衆国の政治家、共和党員。1973年以来、アラスカ州選出のアメリカ合衆国会議員として25期連続で当選し続けている。ヤングは2021年現在、上院会員含めた連邦議員として最も長く務めている議員で、勤続年数の記録は歴代10位である。2017年12月5日に、 ジョン・コニャーズ・会員議員が辞任すると、ヤングは第45代会員最長老議員となった。1933年6月9日、カリフォルニア州、サッター・グンメリディアンで生まれたヤングは、1952年に、ユバ大学で教育学の準学士号を、1958年にカリフォルニア州立大学地区高校で学士号を取得した。 1955年から2年間アメリカ陸軍に従軍し第41戦車大隊に所属した。アラスカが州となった1959年、ギャングはアラスカ州のショート市ーと有根に移住した。建設、釣り、金の採掘を行うほか、有根川沿いの村々に製品や物資を届けるために橋け船を運営していた。また、冬の間は、 インディアン事務局が運営する地元の小学校で臨時教員を務めていた。法と有根市議会議員、法と有根市長を務めた後、1964年にアラスカ州会院議,議員に立候補したが落選。その後、1966年に州会院議員に当選し、2期4年の任期を務めた後、1970年選挙でアラスカ州上院議員選挙に当選し、 一期四年の任期を務めた。1972年のアメリカ下院議員選挙に共和党から出馬し、8月22日に行われた予備選挙では13,958票と支持が伸び悩み、37,873票を獲得した民主党現職のニックベギージに大きく水をあけられるも2位につけた。しかし、 投票日のわずか数週間前の10月16日、ベギーチは飛行機事故で遭難し、ヘール・ボグス・カインタ・ス党員内総務とともに失踪した。ベギッチの生死が不明の中行われた選挙であったが、ヤングは4万1750票と大きく得票率を伸ばしたものの、5万3651票を確保したベギーチが当選を果たした。その後、 決死の捜索が行われたが、遺体や機体の残骸も見つかることはなく、12月29日に法的に死亡を宣告された。その後、ヤングは1973年3月6日に行われた特別選挙で35,044票を獲得し、民主党候補のエミールの手を破った。以降、2020年選挙まで25期連続当選を果たしており、 1992年選挙以降のすべての選挙で50%以上の得票を確保するなど、選挙では安定した地盤を確保している。1995年にヤングは天然資源委員会の議長を就任し、同委員会を資源委員会と改名した。ヤングは2001年に退任し、2006年には民主党によって委員会の名称は天然資源委員会に戻された。 2001年から2007年までは交通インフラ委員会の委員長を務めた。ドン・ヤング・ヤングは、ジョー・バイデンが指名した、米国内務長官デイブ・ハーランドを強く支持していた。民主党員である、ハーランドを友人と呼び、アメリカにネイティブアメリカンの内務長官が、誕生するのは、長い間、遅れていたと語った。近親相関やレープが原因で妊娠した場合や、 妊娠が原因で母体の生命が危険にさらされている場合にのみ人工妊娠中絶を合法とすべきという立場を取り中絶を禁止する連邦補助金に反対しているまた初期中絶のみを合法とする主張には反対しているバラク・オバマ大統領は海洋の保護のため北極圏の石油掘作を制限していたがドナルド・トランプ大統領は制限を撤回する 大統領令に署名したため、ヤングはトランプを評価する発言を行った。また、ヤングは北極圏国立野生生物保護区内での原育作の許可を長年連邦政府に求め、多くの関連法案を会員で可決してきたが、開発が環境破壊につながるとの懸念から上院で否決され、続けてきた。工場内で大麻を持つヤングヤングは大麻利用を促進する。 法整備に取り組んできた。2019年、民主党のトゥルシー・キャバード議員らと共に大麻を規制物質法から外すための法案、エンディング・フェデラル・マリファナ・プロヒビション・アクトを超党派で提出した。その他にも、2015年のケアラーズ・アクトや、2017年のセーフ・バンキング・アクトなどの提案を行った。2017年2月、ヤング・ワール・ブルーメナウアー・カ議員。 ダナローラバッカー会議員、ジャレットポリス会議員と共に、大麻議員連盟を立ち上げた。2020年12月、ヤングは大麻機械再投し、抹消法に賛成したが、同法案に賛成票を投じた、共和党会議員はヤングを含めて5人に止まった。同法案は大麻を、規制物質法から除外して、連邦レベルで使用を合法化した上で、大麻製品に連邦税を貸し、 税の収益を大麻関連の司法プログラムに当てるという条項が含まれていた。ヤングは環境保護庁が温室効果ガスを規制すべきではないと考えている。EPA は環境保護主義者と協力し、石油開発を制限し、雇用を奪っているとの論を述べている。一方でヤングはトランプ政権が EPA の資金削減を求めているにもかかわらず、 現行の EPA 資金水準を維持するオムニバス支出法案を指示した。2020年3月13日、アラスカ州パーマーで行われたタウンミーティングで、ヤングはコロナ禍についてその実識性についてメディアが大げさに言い立てていると述べた。その後ヤングは人々に冷静さを求めようとしての発言だったと明らかにした。2020年3月17日、 コビット19のパンデミックがアメリカ国内で急速に拡大する中、ヤングは感染拡大への対応を定めた2兆円規模の法案の採決を欠席し、代わりに全米ライフル協会の寄付金集めのイベントに出席した。3月25日にはビデオメッセージの中でコビット19で日常生活が新しい形に変わりつつあり、現在の状況は 公衆衛生上の緊急事態であると述べた。11月6日、ヤングはアンカレッジのレストランで行われたスタッフの誕生日パーティーに出席した。パーティーでヤングはマスクをつけずに過ごしている姿が撮影されている。その後、ミード・トレッドウェル元副知事をはじめ、出席した数多くの有名政治家がコロナウイルスの陽性反応を示した。十一月十二日には、 ヤングも COVID-19 と診断され、その日のうちにアンカレッジのプロビデンスアラスカメディカルセンターに入院し、11月15日に退院した。ヤングはワシントンポスト市の記者に選挙スタッフにも多くの感染者がいることをしていることを確認し、妻も無症状であると述べた。COVID-19 の診断を受けたが、ヤングはマスク着用義務化に継続して反対している。 一方で、アメリカ疾病管理センターのガイドラインに従うことを奨励しており、同ガイドラインではマスクの着用が推奨されている。2016年の共和党大統領予備選で、ヤングは当初ジェブブ氏を支持していたが、後にジョン・ケーシックを支持するようになった。2016年4月にはドナルド・トランプの不支持を表明した。トランプが予備選で勝利後もトランプを 笛吹ふき男に例えて批判していたが、就任式直前の2017年12月頃には、トランプの業績や政策を支持するようになった。2020年11月7日、ギャングは、2020年の大統領選挙で、ジョー・バイデンが勝利したことを認め、祝福した最初の共和党員の一人だった。2021年1月6日には、アリゾナ州とペンシルバニア州の選挙人投票の、 集計に対する異議申し立てを維持することに反対票を投じ、ジョー・バイデンの勝利を肯定した。ヤングは結婚は男女間で行われるべきだと考えているものの、同性婚を合法化した最高裁の判決を受け入れることを表明している。2007年には職場におけるゲイやレズビアンの人々の保護に反対票を投じた。また、2009年には性的嗜好が ヘイトクライムに対する保護対象となることに反対票を投じた。第116議会では安全な学校改善法の最初の共同提案者となった。同法案は生徒の人種、肌の色、国籍、性別、障害、性的指向、性自認、宗教などに基づく学校でのいじめを防止するためのものであるという。2020年、ギャングは COVID-19 の影響でホームレス状態に直面している子供や若者、家族を支援するための緊急家族安定化法を提出しました。同法案は妊娠中の女性、妊娠中の若者、子育て中の若者、障害のある子供、ルグトキアの人々、人種的、民族的マイノリティの人々のニーズを満たすために連邦政府が資金援助を行うものである。 2007年7月24日、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道で、ギャングがアラスカ州アンカレッジの石油関連企業、ベココーポレーションから賄賂や不適切な贈答品を受け取った疑惑で、連邦捜査局から捜査されていることが明らかになった。すでに同社幹部はアラスカ州議会の議員への贈賄を認めていた。1996年から2006年の間に、 ヤングは、ベコの従業員とその政治行動委員会から15万7千ドルを受け取っていた。2009年10月、ベコの元社長であるビル・アレンの供述が公開された。アレンは1993年から2006年8月まで、米国会員議員 A に価値のあるものを提供したと証言した。2013年3月、会員倫理委員会は特別省委員会を設置し、 ヤングが不適切な贈答品を受け取り、選挙資金を個人的に使用し、財務開示書類で贈答品の報告を怠り、連邦政府職員に虚偽の陳述をしたという疑惑を調査した。2014年、同委員会は、ヤングが2001年から2013年の間に、合計6万ドル以上の贈り物を開示していなかったことを発見し、ヤングに検跡処分を下した。 2013年3月28日、ヤングはラジオインタビューの中で幼少期に父親の牧場で働いていたら典型、移民労働者を指して、ウェットバックスという民族別称を使ったため、物議を醸した。ヤングはその日のうちに声明を発表し、侮辱するつもりはなかったカリフォルニア州中央部の農場で育った頃によく、使われていた言葉を使ったと弁解した。 ジョン・ベーナー会議長やジョン公認上院議員をはじめとする共和党の指導者層はヤングの発言を非難し謝罪を求めた。翌3月29日、ラテン系の支持団体である presente.org がヤングが民族別称を使ったことに反発し議員辞職を要求した。当初ヤングは明確な謝罪を避けたが3月29日に自身の発言について 正式に謝罪した。2017年9月、アラスカの野生生物管理と国立保護区に関する法案の議論中、ヤングは民主党のプラミラジャヤパル会員議員に対して批判的な発言を行った。51歳のジャヤパルをお嬢さんと呼び、自分が何を話しているのかちっともわかっていないと述べ、修正案に関する彼女のスピーチは本当にナンセンスだった。 利害関係者が書いたものだと主張した。ヤングは議場での演説の中で自分の発言が無秩序であったことを認め、ジャヤパルに謝罪した。2017年からヤングは最も長く勤めている現職会員議員となった。その人気の長さもあって、アラスカ州はその人口の少なさをはるかに超えて、国政に影響力を持っていると考えられており、ヤングは アラスカ州第三の上院議員と呼ばれている。アメリカ最大の保守派組織アメリカ保守連合は2019年までのヤングの生涯評価を73%としている。ヤングとウォルトンの結婚ヤングはアメリカ先住民グー・イッチン出身のルー・フレデソンと結婚した。ルラはヤングのワシントン DC 事務所でマネージャーを務めていた。二人の間には娘が二人がいて、 米国政公会の会員だった。ルーは2009年8月1日に67歳で亡くなった。2014年8月17日、ヤングはフェアバンクスのフライトナースであるアンガーランド・ウォルトンとの婚約を発表し、2015年6月9日に結婚した。当時彼女は76歳だった。ありがとうございます。